動車対歩行者の死亡事故は17時から19時台が最も多く、昼間と比べて約 3.6 倍も発生しています。そこで JA 共済連はトヨタモビリティ基金と共同で、ドライバーからの服装の見えやすさを診断できるソフトウェア、見えチェックを開発しました。交通安全を意識したところで言うと、やっぱり明るい方がいいんだなっていうのは今日勉強になりましたね。服装が何か影響するっていうのは全く意識もしてなかったですし、明るい色選ぼうかなって、こんだけ違いがあると思いますね。見えチェックは今後各地に展開予定です。特に日没前後の白母時は明るい服装と反射材を身につけ、交通事故を防ぎましょう。